こんにちは。ハクです。ボーインです。モミジです。この動画は前回の続きなので、前回をまだ見てない人は、そちらを先に見ることをお勧めします。前回の動画のリンクは、概要欄に記載してます。そして、雪が好きって思ったらチャンネル登録、高評価、そしてコメントなどお待ちしております。行ってほしい場所などのリクエストもお待ちしております。南小谷駅の駅舎に入っていきます。南小谷駅の外に来ました。あと一つ聞きたいことがあるんだけど。何？いや、大雪なんだけど、いつ撮影したのかな？2022年12月28日。編集早くしろ。それは、どうでもよいとして。どうでもよくない。それはそうとして、この時刻表を見てみて。見たけど、それがどうかしたの？実はこの南小谷駅って、JR 東日本とジュニア、西日本が交わる数少ない駅なんだよ。なるほど。だから、JR 東日本とジュニア、西日本は、遠く離れているのにカラー駅なんだ。だから、JR 東日本とジュニア、西日本の車両が並ぶところを見たいんだけど。時間が噛み合わないと。そういうこと。あ、放送があるみたい。まもなく、2番線に、大糸線、当駅止まりの電車が参ります。黄色い点字ブロックの内側に、お下がりください。この電車は、当駅止まりです。ご乗車には慣れませんので、ご注意ください。急いで2番ホームに向かうぞー。待てー。はぁ、はぁ、はぁ、ようやく着いたぞ。よー、JR 西日本の車両が来たぞ。二人とも、落ち着いて。落ち着いたよ。けど、まさか見れるとは思わなかったよ。ということでライブカットして、この映像は羽田駅に着くところ。それはそうと、この車両、そしてこの路線ってどんなの？この車両は JR 西日本のキハ120系機動車。このキハ120系機動車は、新潟鉄工所で作られ、製造期間は1992年から1996年で、89両作られたんだ。そしてこの車両の幅は、2700ミリ、全長 16.3 メートル。それで両運転台式だよ。最高速度は95キロで、ウク主的には遅い。ウク主は都会人なのでしょうがない。高山本線、大糸線、越美北線、関西本線、津山線、紀新線、銀備線、白尾線、木槻線、福塩線、定義線、山陰本線、山光線、美祢線で使われており、1両編成、1たす1の2両編成、そして1たす1たす1の3両編成が主に使われている。大糸線南小谷駅から糸魚川駅間は、廃線も噂になってきてるから、乗ってみたいという方は、早めに乗っておくことをお勧めします。そんなことを話していたら間もなく、白梅駅に到着。最後にこの電車を見送っていきたいと思います。まず最後までご視聴ありがとうございます。新しくなった各コーナー初めての鉄旅実況はどうでしたか？結構短いです。旅だったと思いますが、今度の鉄旅はなんと大型企画。一泊二
線はここまで。チャンネル登録、高評価、そしてコメントもいただけると嬉しいです。そして最後に一つ、ご視聴ありがとうございました。